おう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 、来ました来ました、ビグンと、おうおうおう、あーもう、おほほーい、すげえすげえ響き、おほほほほほほほ、刺激的、これは先生、なかなかの、なかなかの刺激的な。あなたの前に哲学堂神経院長の井上です。哲学堂神経院長です。今日も翔子先生に登場していただきました。ありがとうございます。もう先生のアイケア、耳ケア素晴らしかったです、はい、特に耳ケア、まさかあんなにね、いや痛いと思わなかったんでびっくり。特にね、針使ったわけじゃなくて、コリコリと思うんだけど、腰の治療も先生にお願いしたいと、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では早速やってみよう。じゃあ腰の様子見たいので、前屈お願いします。はい、あれ、ついた、つかない、つかない。ギリつくかつかないかですね。はい、結構突っ張る感じですかね。足裏突っ張ります。腰の周りも見てみましょうか。はい、でゆっくり右を、あれ、左。は、限界です。止めちゃう。限界です。結構回らないですけど、両方回れない感じです。思ったより回らないですね。大丈夫でしょうか。腰中心に今日はやらせていただきますね。大丈夫先生。痛いね。いや全然。優しいですよ。さっきの指で押した人が違う人みたいに。本当？誰それ？全然腰の針は優しいです。まずはね、ほぐす感じでさせていただきたいと思います。おお、それちょっとツンときたかな。それ響きますね。きつすぎたらおっしゃってくださいね。はい、心地いい感じですね。どっちかっていうとやっぱり左なのかな？左の方が響きやすいですね。人の針を受ける機会がなかったりしますか？ないですね。YouTube やり始めて人の治療をいっぱい受けるようになりましたけど。あ、おおおおおおお、来ました来ました。ビグンと、おおおおおおおです、ね。意外に激しく弱託してません？そんなことないですよ。なんかすごい怖いな、さっき押されてたかったからな。針は気持ちいいと思う、ここ。おーおおおねえ、ほら気持ちいいでしょ気持ちいいって言ってない。なんか、ツンツクツンツクやられてる感じが。ああ、痛いですね、そこ。まあ、ここら辺はどっちかっていうと、指圧より針の方が優しくいくような気はします。あーおー。こんな感じで。なんか、めっちゃ長い針取り出してませんか？ここはですね、お尻のぷくぷくしたところやるから、このぐらいじゃないと、うん、針が負けちゃうっていうか。いやいや多分負けないと思うな。負ける負ける。負けないと思うな。だってあーもうおほほーい。すげえすげえ響き。もういいんじゃないかな。左右対称がやっぱりいいそうですよ。もう片方やってますね。笑うと針が響く。こんな毎回みんなが叫ぶわけではありません。おーおほほほ。そんなこれ少し置いておきましょう。はい。針を取りますね。はい、お願いします。はい、足結構きましたね。でもね、多分だけどね、足りないと思うからね。あとにもう一回だけ足に針をさせていただければと思います。はい、井上先生、ちょっと足上げてみて、おお、いいですね。左、こちらが上がるね。どうですか、自分で。そうだね。井上先生、ちょっとやっぱりさっきの前屈で分かるように足の裏の方が突っ張ってるかなと。はい、いうので、はい、特別な治療をしたいと思います。お願いします。足の裏なら仰向けでやるんですね。どういうこと？この姿勢でやるんですか？どういうこと？どこやってんですか？おほう。どこに？ちょっと待って、どこどこどこ？おほほほ。刺激的。これは先生、なかなかの、なかなかの刺激的な。そうですね。ガクンときますね。おできるかな。これでちょっと足上げてみてください。はい、さっきよりずっと上がってますよね。結構、そうだね。平気ですか？平気ですか？よいしょ。おお。おお。来た。これ欲しかった。はい、来たね。軽いけど、まだ足の裏がしびれてます。大丈夫、すぐ取れます。こっちもう一回さっきの渡るまでやりますか？やらないです、大丈夫です。一中ですか？一中ですか？お腹いっぱいです。どうぞ。お、くっつきましたね。つく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 。突っ張り減ったでしょ？突っ張れたし、全然曲がれるようになった。はい、先生、まだ足も大変だね。じゃあこっち座りましょう。はい、はい、ゆっくりどうぞ。右、おお、顔が見えた。おお、すごい、すごい、
先生。はい。ちょっとね、足の違和感とかはしばらくすれば取れるから大丈夫。そうです。治療終わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。先生、なんかもう中国に留学した時にそういえば座骨神経痛の治療の時にこういう響きを出すんだよっつって、はい、向こうの先生にお尻に刺して足の裏までビーンって響くっていうのをやられたんですけど、はい、それ以来久しぶりに足の裏ビーン来ました。思い出しました。はい、体の治療は通常だと当院の体の治療というのは1万1000円に、はい、初めての方は初診料が2200円つくので1万3200円になります、はい、体の調子悪い人からはね、ぜひ翔子先生のところに連絡してください。しかもこの動画を見た人に限りじゃあ半分1600円で、翔子先生の連絡先は説明欄に貼っておきますのでぜひお問い合わせしてください。これからも様々な動画を発信していきますので高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。だいたいこの辺、押すと腰痛の方は。なるかなという感じはします。